あ、ナシマさんは？ナシマさん？はい。衛星が喋れない。あ、ごめん。ごめんごめん。衛星ついてるわ。今もう大丈夫。ごめんごめん。気にしないで。ややこしい。ややこしいな今。ややこしくなったよ。ややこしいな、ナシマさん今。いや、この今逮捕した人のこと待ったんだよね今。ゲームだけなしてって。わややこしい。ややこしいんだよね。ややこしいだろう。ラダを見逃してくれ。見逃してくれ。この俺があじゃあそのそれはいいよ。それはもう好きにしてよ。おーい。俺は見逃してくれ。ラダを拉致してなかった僕は。あ、それは全然いいよ。じゃあオツです。あ、それは全然いい。俺に任せてジンペイこねてくれ。決まってんのが飛行と作戦。あ、これリセットしときましたよ。おーい。こいつ。あまりおっとったーん。警察には連絡しといてやるよ。やってんな。作戦始まったらすぐじゃなくて。危なかったな。時間経ったらオルカ大変な事態だと思うが聞いてくれ。どうしたんだ。パレットでラダオが手錠をかけられたまま放置されている。パレット銀行だ。早く助けてあげてほしい。どうやら犯人は逃走したらしい。揉み合いになった末、今すぐ行く。あ、助けてやってくれ。運転得意かね、俺。得意じゃない。あったな。得意になろう。成功したら車送るからさ、今の時ちょっと練習しててよ。ちょうどいいの貸してあげるから。いいんですか？いや、今あんま使わない。それレースとか、A 隊のレースなら出れるから。あ、じゃあレースとかも出てる。うん、興味あったら。何してるか？ここ、え、ここ誰か立ってたから何かなと思って見に来ただけだよ。薬売る場所は知らない。あ、ここ薬売る場所なんだ。名前何です？僕ですか？僕、思い出のジャーニーです。行けるなら行きたいですけどね。始めてまし…あ、そうです、そうです。この街まだ全然わかんなくて、落ち牽引するしかないから、ね。あ、まあ確かにそうですよね。あ、わかりました、わかりました。俺、ちょっと待って。どうしたらいいですか？え、右行くこれ。あ、いいです、いいですよ。思い…あ、どうぞどうぞ。降りて…はいはい。手錠かけれる。え？違うか。もうすぐ行っちゃいます。手挙げてたらいいんですかね。どうしたらいいんですか。持ち切りしても大丈夫ですか。はい、はい。あ、大丈夫ですか。はい。手錠が、はい、うわっ。どういうこと。これはさ、これはさ、これはもう、これはもっといるよ。これは捕まえるべき人が。なんなんだ、あの車は。マジでなんだ、なんでやねん。コロナ禍やねん、でも。そうだよ。心の中すぎる。ほんまには。はい、車を置いてきたから、じゃあ僕は戻りますね。はい、ありがとうございます。親切に。お願いします。ありがとうございました。僕のドラゴン。動きがなんか。ドラゴンって何ですか？ドラゴンを知らないのか？何ですか、ドラゴンって。僕のドラゴン。え、下ネタ言ってる？見えないんだって。セクハラ？違う。セクハラされてますこれ、もしかして僕。僕はセクハラなんてしないぞ。渡して見せてあげればいいでしょ。だって取られたら嫌だし。僕のドラゴン。取らない。あ、でも確かに男の子はドラゴンなんだからな。必ず返すんだぞ。え、あ、ドラゴン。何これ。君のドラゴンか、それは。俺、僕のドラゴン。私は渡してあげますよ。何ですか？何？メキーラさんが作ってくれた。メキーラさんが作ってくれたドラゴン？メキーラさんが作ってくれたもの。プープ？プープって何ですか、メキーラさん？プープって。プープはうんちですよ。待て、僕のドラゴン。あ、そっかそっかそっか。ドラゴン返します。はい、これ。これドラゴンです。こんなのドラゴンじゃん。うんちドラゴン返しました。はい、もしもし。もしもし。どうよ。あの、玉ゲットして、お100個で750万。 700? うん、誰か屋上組の人たちは、山本さん、撤退するってなるとその辺あんた喧嘩じゃなかったら買わないの。
了解です。そう、あの、原価200万だよって言われた。原価200万って言われて、750万で。え、500プラスってこと？うん、急げかなと思って。ああ、大丈夫だよ。オッケー、後で払うわ。でも一応、ガンランセス今から取りに来てるから、今度から船買います。了解了解、ありがとうね。はいはい。山本さん、僕見損なったよ。何が ?750 万で売ったの。それ、僕が買うわけじゃないよ、750。あの子が負担するんだよ。嘘だよ。かわいそうだよ、山本さん。何がだよ。当たり、かなかな、甘いよ。今後多分、うん、あの子が言うことを僕と僕の道芸だと思っていいからね。どう見えないためあるわ。ねえねやで。そうよ。いや、まあ、ちょ、あの子がどういう人か知らん。250万を払うわ。じゃあ、271でお願いします。271了解。ありがとうございます。はい。街がすごい静かですね。オッケー、あ、屋上にバイク持ってきた。こんなことが可能なの？押すぞ、行くぞ。オッケー、押すぞ。押すぞ。やめだ、乗り越えちまう。押せ。行け行け。そのサンチェス何台いるっすか？いや、これね、持ってくるのがすげえ大変だと思う。扉入れらんないんよ、それ、屋上からしか。オッケーオッケーオッケー、ストップストップ。いやいや、もういいよ、もういいよ、ありがとう。いい感じ。完璧、完璧。これなら白井さんに銃構えててもらうのありかもな。1回で通知来ます、警察。おう。警察ヘリ見えたら言います。はい。Too easy。めんどくさいやつ来た。うわ、めんどくさいやつ来た。頼んだよ。パレットだ、これ。パレットと同じ。これは多分コンビニとかのに似てるのかな？オッケー、取れた。パレットと同じって最後出んの？ 3322-1704。これで開いた。じゃあ、こっからが本番だ。ヘリ、西側。マジでミスったらごめん。そう簡単じゃん。いや、これね。あ、一人下ろすな。たまに、変な引っかかり方すんの。頑張れ、頑張れ。ほい。これ。怖い。あ、一番奥に見えるな。右の。お、レーザーなくなった。来たか。一番奥の金庫に C4 お願い。あ、オッケー。A 正面に。あ、ごめん、手に持っちゃった。え、回収ですか？心の目だ。やばい。C4 がないから開けれないか。何？戻せない。え、ごめん。爆破って設置かと思った。触れるんじゃないか。それとしては同じだろう。一個奥に案がある。僕は外行って取ってくら。戻ってきたら頼む。俺じゃないよ。アゲインということで。C4 の使い方を誤ってしまったから、一回、銀行から出て戻ってくるわ、僕。わかった。多分24屋上って5番号。7095屋上上がってるとこで。オッケー、その B の入り口から入るよ。一か八かだけど、表のドアから入るわ、白井さん、僕が。入った入った、戻った、オッケー。あ、それ僕、行くって言ったじゃん、僕。行くって言ったじゃん、それ。無線入ってなかった、ごめん。これね、C4 抜いて、アルミに持ってって、じゃあ。オッケー、わかった。言ったじゃん、白井さん。僕で扉ロックできないかな。ちょっとやってみ。あ、ちょっともしないかな、今なら。いえ、よくない。離れて離れて。ちょっと、うん。ロゲ、長いだよ。いいよ、つる。中入った、中入った。中入った、中入った。B 入られた。見えなかったよ、こっちから。離れて離れて。ロゲ流れたよ。扉閉まってた、そっちずっと。閉まってた。ああ、なんか、うって扉開いたんだよな。いや、そう、白井さんがドアから入るよって、ああ。言ってたんだけど、B ってよかったね。いやー、ごめん。時を戻して、銃撃ってない。まあでもよかった。一番最後に開けれたってことだよね、多分あれ。そうだね。金庫も開けたって言ってたから。脳裏から離れない。大の字になったと思ってたな、島さんが。
パー何も持ってないよ、したかった。僕は本当の何も持ってない。持ってた、持ってない、持ってない。ゴトレム、カジノに興味ないか。カジノ興味ある。遊びにおいで。遊びに行きます。今日3億。この人裏取りしたのに頭ワンパンで殺された。この人はやめてください。このエスタ君は裏取りしたのにワンパンで殺された。マジでうざい、本当にうざい。キモマンゴ、本当にキモマンゴ。俺もカーミーライフで持ってるのに、はいはい、ワンパンで。じゃあプリズン連れてってもらっていいですか。これプリズン60、30、60。あ、オッケーオッケー。じゃあ一旦30でどうでしょう。いや最初にみんな仲間60の鬼30でいいのか。うん、スタッフは調子乗ったから1時間だね。オッケー。余計忙しいね。3ね。あ、でも俺はい、ゴー。はい、勝ち。30分。ちょっと距離が近すぎて、あの、アルビーさんと。はいはいはい。いやー、すいませんね、アルビーさん。いや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 。ちなみに屋上からバイクで出れたっす。本当に屋上からバイクで出て、地方取って戻ってきました。すごすぎる。戻ってきたのが行かれてんだよな。しかもなんなら、多分見つかってないから、まだバレてない。同時にドアロックもバレてないっす。バイク取っちゃったから、入ってくる前に。お願いがあるんです。リベンジさせてもらいたい。いやわ、全然歓迎っすよ。いや、したいですね。参加感掴んだと思うんで、みんな。オールインとリベンジがしたいんです。はい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 。まあ人数的にもうちは多いっていうわけでもないし、できれば一緒にリベンジさせてもらいたい。でもまあ今回はちょっと不甲斐なくて申し訳ない。いや、こっちからもお願いしたいところですよ、ワンさん。いけそうな気もするんですよね。いや、絶対いけます。うん、屋上は守れてましたよね。屋上守れてました。うん、だから、ただサンチェスタップしますわ。 C のエントリーが全く角度的に見えなくて、後藤ちゃんに突破されてるのところがやっぱり厳しかった。あれ、いや実は事故なんですよ。あれちょっと謝んなきゃいけないこと。いやでもあのあれでしょ、扉が開いてる風に見えて見えてないの。それ、まあ、まあそれはまあ置いといて、置いといてなんだ。一旦置いといて、まあ僕 B から入ってきた警察を C4 で起爆して倒すつもりだった、うんうんうん、はいはいはい。で、一回その、ナシマさんが C4 を取りに行って、うんうん、で戻ってくるときに、なんか、俺がね、帰ってきた誰か、うん、えいって言って、大の字になったナシマさんが飛んでいった。飛んでナシマさんがくるくるくる、どちゃって、俺の目の前に飛んできちゃったんですね。それはね、やっぱ初めてのトライは、やっぱテンパるだろうし。すいません、本当に。それはまあしょうがない。まあ、その後、まあ、C4 を、野島さんが取り出して、RB さんに届けて、で、また戻ったんです。あれ、まだあるんですか？はい、まだあって。まだある。ちょっと報告だけしてもらって、僕が狙うみたいな作戦にしてたんですけど、曜日だけの扉を梨麻さんで防げないかって話になって。梨麻さんで防げないか。そこの扉に置いてね。そうそうそう。で、梨麻さんを微調整してるときに、俺のお腹から血が出てきて。え、それでもし、えなんか、あれ、扉閉じてんのになんかお腹から血出てきたって思ったら、死んじゃいました。反対側の道路から撃ってました。道路またいで扉を撃ってて。そう、なんかね、僕の方だと扉が閉まって見えてて。ああ、そういうことね。それでその話に繋がるんですね。はいはい。そう。なるほど。もう気づいたら腹からなんじゃこりゃって。そう。なんじゃこりゃってなってこれ。なんじゃこりゃなんじゃこりゃって。ねえさん、大丈夫、4億。お疲れ様です。いや。ゴトレムに、その何、打ち合いで負けて突破されたわけではなかったから。顔近い。なんで、利用は全然。うん。どうしたの？うん、ありがとう。どうしたの？ありがとう。C4 で、あの、今回は、それが本当は後藤レムが死んでたはずだったんだけど、そう、後藤レムが死んだってだけ。未来があったの。あったのなんかね、いろいろ噛み合ったの。なんか受け渡し毎回持ってきてるのも大変だから、街中の家1個渡すわ、鍵。ここに今度から詰めといてくれたら。ほい。
ざいます。玉台と花台と、あの、買ってもらった武器の原価ね。もう寝ようと思って。うん、うん。でも僕忘れられないんですよ、あの暗殺機のことを。ジャックザ立派な。俺会いたくて、眠いけどまだ会いたくて、あいつに。なになになに、やったー、やったジャックザ立派だ、ジャックザ立派、ジャックザ立派だ。まず気をつけて、レイド、レイド始まった、レイド、個人力だって、個人力だって、まずい、おら、いけるぞ、なんでだよ、ってなまずいだっけよ、やばい、ジュース持ってるな、よし、やった、これで寝れる、俺も気持ちよく寝れるか、大丈夫、次よ、4時50分に人々を刺したから次は刺されてる。まず、まあ、ここはもう普通に見てわかる通り行きますよとすごいすごいこれ、まあ、ここは別に階段降りてもいいけど一旦降りるでしょ、うん、降りるね。まず姿は見えてるか、降ります。え、いいのこれ。そう、バンさん来たかな、大丈夫あれまさん。で、ここでまず一つ目の技術、崖登り。おお、よいしょ。え、こっから加速をつけて、うん、それいけんだこうです。すごすぎおかしい天才です。こうです。こうなんだ。ウィーでほいでぶつけて調節してこう。あ、ごめんごめん、落ちちゃった。なんか俺だけ。まあでもこれでも致命傷にはなんない。いや、あるこれは。アーマー着てれば多分致命傷にはなる。うん、これで今のでも 15% ぐらいで、ここら辺から切ってこう行ってこう安定してんの笑うわ。再現性があるんだよね。扉を一回銃で、こう撃って開けられたのは確かなんですよ。撃ったら、その後、こっから見えるんですけど、僕はこの木のドアの縁、ここのドアの縁を撃ってんですけど、うん、弾痕はね、なんか柱に行くことがあって、この端っこに撃ったら。うん。だから要するに僕が構えている場所からは、レムの姿が見えないんですけど、レムからしたら、その、姿を隠しながら撃てる射線があるっぽくて、こっから。え、こっからだから今のここがね、エルがいる。これ見えてます？上ほら見えない。見えないか、田島さん、ここ見えます？見えない、見えない、バブ、ね、僕からと田島さん見えてるんですよ。え、見えてんの？ほら、え？え、なんで見えてんだそれ？なんで見えてんだそれ？まあ、三人称視点っていう利点もあるんですけど、三人称視点なんだ。いや、三人称視点でも見えないけどな。三人称視点ってなんだ？で、この木の縁あるじゃないですか、このなんていうの、うん、ドア枠、うん、ドア枠のこの右端が弾が通り抜けるような不思議な空間になってて。あ、行きますね、やっぱり。え、これそっちから見えてないのにこの状態になってんの？はい、今見えなかったです。これはちょっと良くないな。これドアはちなみに銃で撃ったら開くの？開く、開く、押せる。そうそう、こうやって押せる。うわ、これはちょっと、これ見えてないっす。だから今回姿見えずにやられたんですよね、僕。あ、でも、そのね、見えないのは正直仕方ないと思うわ。いわゆる右壁理論みたいなもんだから、そう、仕方ないんだけど。ったんですけど、原理が分かったって感じ。ただ、壁抜けで撃てちゃうのが良くないね。じゃあこれだってさ、貫通だよ、これ貫通。だね。あ、こっちからなしは全く見えてない。はい、見えてないです、こっち。これ狙って起こせるぞ、これがありなら別に。いや、僕の目では確かにレム見えてない。これさ、さっきのさ、柱の方行ってみて。ほら、うわ、マジか。っていうか、そもそもの話っていい？ドアが開いてない、俺の視点だと。ていうか、そもそも、今の守り方こっちもやったら、向こうって詰めないと、できないから100%こっちの勝ちになるけどいいんかな。もうこれ守り最強理論だと。だって向こうが入り口一生入れないでストップだから、これそういうことになる。レムさんのはちゃんと僕が打ち合い負けてます。ああ、そうなの。はい、じゃあこれあとは中の人に聞いてください。うん、えっと
ちょっと今警察の話をまとめて聞いてたんだけど、昔からこの町ではある現象だから、え、うん、全然使っていいとのこと、てかむしろ使うべきみたいな。ああ、え、ドア銃撃って開けるやつってこと？ドアは普通に銃で撃って開けるのが常識みたいな感じだったから、もうそのそれが当たり前、動機はずれるもんだから、まず自分でドア撃って開けてから中確認してやれっていう話、おが常識なんだって。要はサンチェスで閉じてこっちだけ一方的に開けよう。そうだよね、そういうことになるよね。なる理解早すぎだろ。だって向こうは開いてないんでしょそれ。でも向こうは銃でサンチェス開けないでしょ。サンチェスでどれだけ扉を抑えられるかも試したいね。ちなみにそれめちゃめちゃ強いぞそれ。まあ負けないね。ハンドガンを初めて持った人でも勝てるぞ。マジかよ。一方的に見えるからな。向こう見えてなくてこっち開いてて、向こう壁なのにこっち撃てるんだから、もう所長も OK って言ってる？所長も OK、ネムさんも OK だっけ？わかったわかった。ネムさんだ、ごめん。そう、ハチパネルも言ってた。キンドリーとか、その他警察は基本的にドアを撃って開けるっていうことを認識してて。こっち有利しかないからいいんじゃね？いいと思う、俺も。あれ、ネムってどういう、わかんないね。ちょっと難しいね。明確、何なんだろうね。何がいい？いろんな名称ある。何がいい？何とでも言えるな、割と。助手、サポーター、協力者、秘書、裏埋め。何だろうな。そう、オールインのメンバーと思われるために、なんかね、分かりやすく説明できる言葉があるといいけどね。裏埋めは分かる人には分かりそうですよね。伝わりはしやすそう。一番。どれがいい？じゃあ裏埋めで。裏埋め。でも逆にそれ伝わんない人にはマジ伝わんないけど大丈夫。個人的にちょっと裏埋めがあまりにしっくりきすぎて。わかりやすいよね。他が。もう裏埋めか。ですね。この車、カジノの景品どうすか？非売品ですよ、まだ。ああ、そうなんだ。うん。でも商工会って書いてる。あ、これは外すけど、ステッカーは。おしゃれだね。ハンドリング良すぎて。オープンになるよ。これ、うん。全然3000万とかでいいっすよ。ブースティングでアリサカから6000万とかで買ってるんよ。これ僕、借金なんですよ、今。でも今日、銃の弾、750だったからな。それは。もう一つ。これ、待って、これぶっちゃけ5000万で売りたいもん。2500。え？2500？ 今日の銃のやつも2750。 2750でいいでしょう。わかりました。よしよしよし。はい、あざーす。見てよ、ドリーさん。ん？何？これカジノの景品用に非売品の車もらった。あ、景品なの？そう、ルーレット並べるように買った。あれか、めっちゃいいな、ね、これ。あの人が、今からとんでもないお知らせするわ、じゃあ。何？なんかすごいお知らせするらしいです。とんでもないよ、これ。嘘。無料です。おい。いつまでか決めてません、まだ考えてます。おー、ありがとうございます。最近ちょっと高いってご意見いただいたんで、車に。確かに高かったかと思って無料になりました。言ってるんですよ、見に来てくれるからって。乗客来た、乗客。今日なんか、警察の方が1億ぐらい吸っていかれましたよ。Thank you. Enjoy your time. なんて人？猫さん。オールインだ。早いな。Let's go! まだ、ファーストの確率。終わったー。一応これでブラックジャックが出た時はすぐにこの場から離れた方がいい。わかりました。おーい、ナシマーナシマーマツ。なんすか？見えてるんすか未来。マツ。マツ。未来見えすぎでしょ。待てー。これどこに見てる？どうなってんだ？昨日もだったぞ。こっち側では何もできないんすよ。昨日もだったぞ、ナシマ。こっちでは何も触る。一発目でオールイン。ブラックジャックどうなってんだ？くっそー。どうなってんだ、このカジノ。殺しに行くぞ。いかんせん、実は酒が弱いんで。そうなの？ちょっとずつ、実は酒弱いっす。そうなんだ。バーテンダー酒弱勝ちです。そうなんだ。酔わないんだよな。あー、すごいな。僕ダメっす。ビール一杯で酔います。いるよね。だから、はい。帰っていらっしゃった。酒上がって。お
帰りなさいませ。いらっしゃいませー。ごめんなさい。やってるって。やりすぎだって。止め。止め。よっしゃー。ありがとうございます。勝った。やだ。皆さん勝利。え、お前いくつそれ？今13です。あ。Well done. Fortune favors you.あれ、ナシマさんがいなくなってる。はえー、逃げ足。終わってる、マジで。終わってる、マジ。終わりすぎているわ。なんで近く立つ？お客様、待ってください。届けてください。え、待ってください。クソがよ！ Till next time。うお、ナシマ！怖すぎるだろ。いったな、いったな。そうそうそう、眠らせるぞ人生で。飛べ。おお、おめでとうございます。お疲れ様。勝った。終わってる、なしまさん。終わってる。7位か、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 Another player is trying the lucky wheel. Will they win big or remain a disappointment in life? Hopefully we'll see you again. Good to have you. いろいろ A があるよ。はい、やるザウルスよ。ああ、ユーオーザウルスよ。ブラックジャックするザウルスよ。やっぱり。なにもどうしよう。止まったぞ。何の支配人を。別に悪いことしてない。どこの支配人を取ったぞ。いくら負けたんですか今回は。いや、まだトントンですよ。人生さ、まだトントン。僕じゃない、打つ相手、僕よりも暴れてる人がいるよ。横に。あ、声持ってこい。終わった。僕寝ぼけすぎてスタンドした。さあさあ、うるさこいつ。寝ぼけて我が輩スタンドしちゃいました。我が輩女がいるんですけど。あ、いや、そうなんですか。はい、我が輩女が、今16億円持ってて。え、我が輩2億しかないんですよ。その収入格差が生まれちゃって。我が輩女誰なんですか、ちなみに。BMC の社長、西野ってやつ。あ、西野さんなんだ。あ、そうなんですよ。もうかれこれ半年以上。収入の格差があまりにもあって、ちょっと捨てられそうなんですよ。あきおくんはお金持ってないからなぁ。あ、いや、我が輩持ってないですよ。はい、やめそう。あ、負けたな、あれ。最近でも困ってるんですよ。案の方が負けると、手錠と鎮静剤持って走ってくるんですよ。上田を呼べ。上田。もう一回ジャックが立派だ。うわぁ。そう、ボア戦略かよ、お前。はめたな、ボア。はめやがったな、ボア。いて、いて。